はい、どうも、アクアです。本日ちょっとですね、散歩がてらにプラプラしてて見つけたもの紹介してみたいと思います。日本産水草、リシアですね。それでは、とても数的には多いというわけではないんですけど、全然ないというわけでもないんですよね。このように今10月ですけど、まあ水田とかに、水が張ってない状態ですけども、存在してる、探せばあるというような状態、そうですね。愛知県で前見つけた時には、かなり大きな塊として半水上場で、クリークの横の壁に張り付くようにして育てた。もしくはもう水の中に浸かって水中用として水中場として育ってる、リシアは観察できたんですけど、まあ今回、見つけれた、まあそういうのは良かったのかなと思います。これがまた水に入れば水中場として展開していくという形ですね。まあこのような形で、見つけれるっていうのはいいのかなとは思います。いいですね。このような感じで、まあそんなにね、ショップとかで売ってるのかもしれませんけど、やっぱ自然を向けるとこういうふうに、リシアっていう形で発見できるっていうのはいいですよね。だいたいその除草剤っていうので、水草っていうのはだんだん水田からなくなっていってますからですね。本当にありがたいことですね。まあ何の面白みもないんですけど、こんな感じで、福岡さん、リシア、撮影してみました。ご覧になっていただきありがとうございました。